19世紀のロンドン、社交界の華やかなシーズンが到来。毎夜明け方まで貴族の令嬢たちが一流の紳士を探し求める狩りの舞台が繰り広げられる。美しさと立ち振る舞いを披露する女性が主催、女性が主役の輝くステージ、舞踏会。1回の舞踏会で900万円。ダンス以外の恋の駆け引き、マナ娘の愛と結婚のため、ロンドン社交界での成功のため、多大なるお金と努力をつぎ込んだ華やかな舞台の裏側を覗いてみましょう。最後までお見逃しなく。舞踏会は婚活の舞台。ビクトリア時代のロンドンでは、舞踏会は独身女性が結婚相手を捕まえるための場所でした。特に貴族令嬢は結婚するまでは絶対純潔であることを求められ、どこに行くにも一人では出かけられず、目付役、シャペロンの付き添いが必要でした。一人で出歩くだけで、なんと、不死だらな、と言われてしまう貴族令嬢なのですが、舞踏会だけは体の触れ合い OK。昼間はボンネット、ハイネックでぴったり隠さないといけないお肌も露出 OK。さらには当時はさほど親しい間柄でなければ、外で女性を見かけても男性から声をかけるのはご法度でしたので。舞踏会で知り合った男性がいまいちでも次の日から無視すればそれで OK。ということで、舞踏会は女性の婚活にとって最適の場でした。どんな舞踏会があるの？さて、そんな舞踏会ですが、19世紀の英国の舞踏会は、公開の舞踏会、パブリックボールと、私的な舞踏会、プライベートボールがあります。パブリックボールで一番有名なものは、デボンシャーハウスボールです。デボンシャー公爵及び公爵夫人の主催で、デボンシャーハウスで開催された舞踏会でした。仮想舞踏会が大好きなデボンシャー公爵夫妻の舞踏会は大人気で、中でも1897年7月2日に行われたビクトリア女王の即位60周年ダイヤモンドジュビリーを祝うためのデボンシャーハウスボールは比類なき壮麗さで、社交界から身を引いていたビクトリア女王以外のすべての英国王室メンバー及びほぼすべてのヨーロッパ王室から参加がありました。ロスチャイルド家のメンバーの参加もあったそうです。さて、こんなビッグな舞踏会は年に数えるほどしかありませんね。ロンドンで連日連夜開催される舞踏会は貴族令嬢の結婚相手探しのためのプライベートボールでした。年頃の娘がいる貴族夫人は可愛い娘のためにマナ娘が主役となる舞踏会を開催しなければなりません。それではプライベートボールの様子を準備から覗いてみましょう。さあ、ではあなたには娘の将来を願うお母様になってもらいましょう。舞踏会の準備、招待状。可愛い娘の舞踏会のためにあなたがまずしなければいけないのは舞踏会の招待客選びと招待状作りです。舞踏会は基本的には女主人の主催になりますので、招待状も女主人の名前だけで出します。ちなみに舞踏会、ボールと名乗っていいのは200人以上からです。200名未満は単なるダンスパーティーですので、お気をつけ遊ばせ。まさに友達100人できるかな？の世界ですが、ここがあなたの社交界パワーの見せどころなわけです。まだまだ力不足であれば、地位の高いお友達に頼んで、招待リストを作ってもらい、招待状にお友達の推薦状を同封して送ります。舞踏会の日にお友達にパーティーを乗っ取られないように注意してくださいね。舞踏会開催の3週間前には、招待客に招待状を送ります。舞踏会の準備、会場の準備。さあ、あとは舞踏会の本番に向けて会場を準備していきましょう。ちなみに1回の舞踏会の費用は300ポンドから500ポンド。現在の価値に換算すると500万円から900万円くらいです。
当時の中流階級の庶民の年収は150ポンドから300ポンドですから、庶民の年収の何倍もの金額が一晩で消えます。まあでも、貴族のあなたは舌を見て満足している場合ではありません。最上流の貴族の方々は、舞踏会に飾る生け花のお花代だけで1000ポンド以上、1800万円以上かけていると聞きます。可愛い娘のために開く会をボールと呼ばせたいのであれば、お金と手間に糸目をつけてはいけません。舞踏会に必要なお部屋は、クロークと舞踏室と喫茶室。クロークは到着したお客様の帽子やコートを預かるクロークルームはもちろんのこと、服や髪型を整える部屋を男女一部屋ずつ設けましょう。女性用のクロークルームには衣装が直せる女性使用人を一人か二人置いておきます。ステップを間違ってドレスの裾を踏んでしまいましたわ。というアクシデントに備えておくのはホステスとしては当然の気配りです。あなたのご自宅の舞踏室はどちらになりますか？え？舞踏室ないんですか？冗談です。ロンドンは狭いですし、舞踏室がないご家庭もたくさんありますので、あまりお気になさらないでくださいね。舞踏室がなければ、玄関近くのホールやサルーン、音楽室などをお使いになってください。床はハウスメイドに鏡のように磨き上げさせてくださいね。舞踏室は飲食禁止ですので、図書室や朝食室を使って喫茶室を設置してください。当日の飲食ですが、飲み物はノンアルコールは紅茶、コーヒー、オレンジジュースなど。アルコールはクラレットカップ、シェリー酒などの食前酒。食べ物は12時前の軽食の時間の時はパウンドケーキ、マデーラケーキ、ビスケットなどのお菓子を並べましょう。若い女の子たちはアイスを楽しみにしてますから、アイスはぜひあった方が良いですね。食べ物を渡す給仕係を配置することは忘れないでくださいね。夜の12時を回ったら軽食は終了。夕食に移行します。夕食も立食式が楽ですけど。正三階並みに着席式にできるとかなり裕福度をアピールできます。もちろん料理の内容や使用人の数など費用は跳ね上がりますけど。さすがにお客様全員に着席いただける晩餐室はないと思いますので、優先度の高いお客様から順次ご案内することになります。初夏限定になりますが、昨今セレブの間ではお庭にテントや仮設小屋をレンタルして建てるのも流行っているようです。メニューは当日までコックと念入りに打ち合わせしてくださいね。当日はウェイターなどをする臨時の使用人が10人以上は必要だと思いますので、執事に面接させて雇っておいてください。外見が重要ですよ。とにかく外見が。舞踏会当日。さあ、ついに舞踏会の当日になりました。招待状には夜の9時半開始と書いておきましたから、多くのお客様が来られるのは10時半くらいですかね。他の舞踏会と勝ち合うと皆さん舞踏会をはしごされますので、あんまり早く来られてもすぐ帰ってしまいそうで心配です。当たり前のことですけど、デボンシャー公爵夫人が今日何か企画してないかは調べましたよね。デボンシャー公爵夫人が何かをやろうとしてる日はみんなそちらに行くので絶対避けてくださいね。夜の12時を回ったら誰もいないなんてみっともないですよ。さあ、お客様の馬車が到着してきました。女主人のあなたは、今夜の主役の愛する娘と共に、階段の上か、舞踏室の入り口で待ちましょう。到着したお客様は、クロークルーム、喫茶室と案内されてから、あなたの元にやってきて握手するというのがしきたりです。さて、最も身分が高いお客様が来られたなら、舞踏会の始まりです。最も高位のお客様が女性ならご主人と、男性なら女主人のあなたかあなたの娘がペアになり最初のダンスを踊ります。今日は可愛い娘のお披露目ですからね。出しゃばらずに娘に踊ってもらいましょう。
最初のダンスは4組の男女のカップルがスクエア、四角になって踊るカドリルから始めるのが伝統です。カドリル、ワルツ、ハイランドスコティッシュ、ハイランドリール、ポルカ、コティオン。オープニングはカドリル、締めの曲はコティオンというのがお決まりです。あ、当たり前ですけど音楽は生演奏ですからね。オーケストラまではいかなくても弦楽50奏くらいは用意してくださいね。演者はできる限り姿が見えないようになっているのがベストです。娘の婚活開始。サーブ東海が始まりましたらホステスのあなたは、壁の花に気を配りつつ、娘の婚活の後押しです。主催者の娘とは必ず一度は踊るというのが男性のマナーですから、ダンスパートナーには困りませんが、娘から目を離すわけにはいきませんので、自分では見切れないなら親戚の女性かご主人などにシャペロンを頼みましょう。一曲踊ったらちゃんとシャペロンのところに返してもらわないと。喫茶室に入った時と出てくる時で、男性が変わっているなんてありえませんからね。ちなみにプライベートボールだと、どの女性も男性からのダンスのお誘いは基本的には断れません。ま、大体男性の方が少ないですから、断ってる場合じゃありません。あと、同じ男性と3回以上踊るのはエチケット違反。より親しくなりたかったら、ダンスの後に軽食や夕食に誘ってもらうのが良いです。どの男性がイケてるかは、母親がしっかり娘に教えておかないと、若い子は見た目だけで選んでしまいがちです。夕食はやっぱり有望な紳士と言ってもらいたいものです。ここ一番の勝負の時は必殺。お庭の奥のフェアリーライトはぜひご覧いただきたいわ。を発動し、二人きりで散歩させましょう。テラスもいいですね。最近は中流階級でビジネスを成功させて、財産だけはたくさん持ってらっしゃる殿方も大勢いらっしゃいます。あの方たちは育ちはよろしくないので、子供の頃にダンスを習ってない方も多いです。爵位がなくてもお金があれば、まあ、なんとかなるわ。ということであれば、散歩で親しくなるのは良い方法です。さてさて、夜通し踊ってお開きのコティオンは明け方の4時くらい。これでやっと舞踏会はお開きです。明日は招待客の皆さんが舞踏会のお礼に訪問してくださることでしょう。どなたか素敵な紳士のお母様が来てくださると嬉しいのですけど。舞踏会、ビクトリア時代の秘密の夜、いかがでしたでしょうか。19世紀ロンドンの舞踏会は娘たちの婚活の舞台であり、自分たちの豊かさやセンス、人脈を見せつける意地とプライドの場でもありました。私は主催は大変そうなんで参加するだけが良いなぁと思いましたが、あなたはどう思いましたか。もしこの動画があなたにとって役に立ったり、興味のある情報が少しでもありましたら、ぜひ高評価ボタンを押してください。このチャンネルを応援していただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。